はい。このトレーニングビデオでは、モドのプロシージャルモデリングについて解説していきます。流れとしてはまず、プロシージャルモデリングの概要について解説した後、プロシージャルモデリングを行う際のインターフェースや基本的な操作方法について解説します。その後、プロシージャルモデリングを用いた作例を、いくつものチュートリアルを通してご紹介していきます。 今、ボックスを作ってポリゴンベベルをかけてエッジベベルをかけた段階なんですが、さらに前に行っていたポリゴンベベルのオペレーションへと戻って、こちらの押し出しの具合というのを変えていくことができます。これもダイレクトモデリングであれば、Ctrl Z などで一旦やり直してから、再度エッジベベルをかけ直すという形になるかと思うんですが、 プロシージャルモデリングの場合は、このエッジベベルをかけた状態であっても、前のポリゴンベベルのオペレーションというのをやり直すことができます。ではですね、今これ全体がこうカクカクっとした感じですので、サブディビジョンをかけてみようかと思います。オペレーター追加で、ポリゴンの中にあるセットポリゴンタイプですね。ポリゴンタイプをこう変えますよといった、そういったオペレーションです。 ポリゴンタイプ、面からサブディビジョンへと変えてみます。そうすると、全体的に丸っとなってしまって、くっついていたはずのこの端と端ですね、ここが離れてしまっているのがわかります。なんでかというと、長細い直方体の端っていうのは、ポリゴンが存在しており、セットポリゴンタイプがない面のタイプの時にはくっついているように見えたとしても、 頂点は実際には結合されていないので、ここにどうしても差が出てきてしまいます。これはどうすればいいかというと、ダイレクトモデリングの時でも同じ処理を行うかと思うんですが、まずこの端っこのところのポリゴンを削除して、その上で重なり合っているはずの頂点というのを結合します。例えば、この足跡の形状自体も、 後から調整することが可能です。またさらにはこのカーブパーティクルジェネレーターですね、開始パーセンテージ、終了パーセンテージっていうのを変えることができます。例えば終了パーセンテージ50%だとすると、0から50%のところまでのカーブに対してポイントソースを作るっていうこともできますし、例えば開始と終了を変えることで、 出てくる足跡っていうのが変わります。ですので、開始パーセンテージと終了パーセンテージ、この値をアニメーションさせることで足跡が出てきたり、または消えていったりする、といった、そういった表現も可能になります。こちらのリグではどうなっているかというと、このサイズの値で全体のサイズを 調整し、インサイド、これで内側にある格子、これの大きさを調整し、さらにこの格子、グリッドの数というのを調整しています。これをすべてプロシージャルモデリングとディグの組み合わせで行っています。